チラシの方で、あのベスト is トリオリナスメゴース、あのベスト is って書いてあるんですけれども、これはあの東から西へなんではなく西から東へですのでこれはあのミスプリントでございましたのであのご了承くださいということで、あの西から東へ、私どもベルギーで活動しておりますので、ベルギーをあの出発して今日の、まあ、東京という地に向かって、4曲の作曲家をあのチョイスしました。あの時代はあの問わずということであの選んだんですけれども、あの一番初めにまずあのベルギーの方から進んでいきたいと思いますが、この曲はあの今回日本初演ということで、あの作曲家 の, あのステファン・ベイラー氏の方からあのちょっとサメッセージをいただいてますので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、皆さんこんばんは。最初に、今回の日本公演で私の曲を取り上げ、日本初演という機会を作ってくれたトリオリナスメントに感謝します。この曲は音楽的にも技術的にも演奏者にとって大きなチャレンジです。そして人間の深い感情についての音楽です。今日お聴きいただく皆様の心の扉をこの曲によって開くことを願っています、というメッセージをいただきました。この曲はまたもともとはクラリネットに書かれていますが、今日のためにバイオリンでこのピアノトリオで演奏します。この感動を楽しみください。Thank you.
はあのオーストリアの方に、向かいたいと思いますが、次の曲はシューベルトの作品なんですけれども、彼がまだ15歳という若い時に書いた初めてのピアノ、まあ、トリオのために書かれた、ソナタ楽章という曲を皆さんにお届けしたいと思います。
Thank you.
この曲はですね、現代音楽ということで、皆様あまり馴染みがない音楽の一つではないかと思うんですけれども、モチーフが各楽器にございまして、それをまず皆様に知っていただいて、この曲を、鑑賞していただきたいと思うんですけれども、この曲に関しては、ピアノの本田智子さんの方がずっと詳しいので、彼女の方に、任せたいと思います。皆様こんばんは。今日はわざわざここで来ていただいてどうもありがとうございます。現代音楽というとすごく怖いな、難しいだろうなと思う方が多くいらっしゃると思うんですが、現代音楽というのは特にこの曲はジグソーパズルのようなものです。3つの楽器で3人3乗のキャラクターがありまして、それを組み合わせると一つの言葉のない石にという台に出来上がったようになっています。それではそのキーになる3つのキャラクターなんですけれども、チェロは過去の人の声です。お墓に入って死んでしまった過去の嘆きの声なんですが、まずそのモチーフからチェロのレイヤルに弾いていただきます。このようなモチーフがいろいろ入ってますが、あとバイオリンはですね、弱音器というものを使うんですけれども、弱音器を使わない時の音というのが、
Thank you.
金メダルを取られ
ね、何人が来てね、今日はあの